お金だらけ。クッションの中に隠しているとはね。きっと脱税してますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでついに最後の15階へ向かおう。行くぜ行くぜ。このボタンの並び方面白いよね。一番最後一個だけ。これでやっとボタンが揃った。はい、元通り。15階。ペントハウス。ペントハウスって何？買い取っとる部屋とか？いや、違う？わからねえ。主にアメリカやイギリスなどのアパートメントの中でも最上階の部屋をペントハウスと呼びます。住まいの仕様は他の部屋よりも高級な仕様になっており、占有面積も広く、主にテラス付きの住戸が多く、温室などに利用していることがあります。あ、でもそういう感じじゃない？なんか部屋やね、普通に。これキングテレサやない？ほら、これキングテレサの置物や。動かせんのか。あ、なるほど、こういう感じね。あ、倒した後は吸い取れるんやね。なるほど。ほら、なんかめっちゃお金持ちの部屋って感じ。おう、何？うわ、でっかい画面におばさん映し出された。何？映ってるよ。いやいやいや、遅い。ひぃ、まったく、なんて無能な手下どもの何よ。ルイージをここまでたどり着かせるなんて。何？演技？演技入った？でもま、あんたとあの博士のことを少し甘く見ていたってことは認めるわ。それにあんたがこうしてここまで来るなんて、考えようによっちゃ悪い話じゃないってものよ。だってルイージ、あんたはね、あの方にお届けするまさに最高のプレゼント。私の手でとっ捕まえてお届けすれば、キングテレス様に気に入られること間違いなしよ。そのプレゼントの方からわざわざやってきてくれたんだから、なんてありがたいことかしら。あ、じゃあ、最上階は、このおばさんなんや。そうね、お礼にキングテレス様にお願いして、あんたをこの絵の隣に飾ってもらうことにするわ。マリオ。お前の部屋にいたのか。さあ、ルイージ、マリオを助け出したければ、ここまでたどり着いてみせなさい。途中でやられて私をがっかりするんじゃないわよ。楽しみに待っているわ。パウダネスコナーっていうんよね、名前。マリオ。マリオ。お、なんだ。ルイージ君見たかね？あれは君の兄さんじゃ。ついにホテルオーナー自らお出ましているわけじゃな。さあ、ヤストの待機中の時じゃぞ。マリオ君を助け出すため、ホテルオーナーの居場所を突き止めるぞい。オッケー。とりあえずこの辺ちょっといろいろあれ。おー、お金だらけー。お金だらけー。クッションの中に隠しているとはね。きっと脱税してますね。おー、びっくり。あ、ここなんか落ちとる。なんやろこれ。なんでもないのか。あ、ちょっと待って、ここはあれ邪魔なんですけど、ここなんかあれ、ん、あ、そこもうあれか、開いてるのか。宝石あるあっこに、何型？キングテレサ型じゃないあれ。ちょ、待ってね。この辺のお金ちょっと、ちゃんと、吸い取っといておいて。あ、なんだ、透明な床なのか、これ。どうやって行けばいいんやろ。え？なんだ？あの中どうやって行くの？あーあああ、来た。来た。どうやってか知らんけど。ま、
じゃあとりあえず。よし。これで1個ゲット。で、こっち側にもなんかあるよね。こっちは、こっちは引っ張ってあげるタイプ。よし。中に行こう。で、中にさ、ルイージの絵があることない？あ、絵じゃないよ。普通にチラシか。あ、この中は、お金になる雲だらけ。君も。よしよしよし、オッケー。ふぅ。いい感じに。そして、ちょい、そこの君。よいしょ。ふぅ、オッケー。なんか上の方にもいろいろあるな。待ってね、足元に、あれ？どうやって行くんやろ、これ。どうやって行くのかしら、これは。普通にこっから、あ、行ける？あ、行けた行けた。うん。で、なんかこれ引っ張ったら、あ！ちょっと待って。この状態で、何これ、あ、扉があるよ。え、ちょっと待って、扉があるのは分かったんやけど。え、何、どうすればいいのこれ。これ以上引っ張れんくない？え、これを、吸って、よっ。あ、これ逆にさ、こう、あ、いけた！やったよ。なんか鏡も出てきた。え？鏡映らんねえけど。あ、これ鏡じゃないんかな？もしかして。待って。え？グイージの姿、あ、映ったんか、一応。なんかなったりしない？なんもならんのかーい。絶対なんかなると思ったのに。くそ、行こう。監視カメラついとる。くそ、潰したい、あの監視カメラ。え、怖。ああ、これなんかずっと、こっち見よるような感じの絵や。え、なんか。ん？何かしら。ああ、そういう形になっとるけん。それが見えとるってことか。絵の形がわかるってことか。何これ、なんか開きそうじゃないこれ。違う。てかこれ何？え？あ、回る、なんか。え、なんなんやろ。あ、この形に合わせるってこと？え？でもこれ合ったことない形。あれ、合ってないんかな。ん？もうちょい。合うの？これちゃんと。あ、合いそう。開いた！あれ？ルイージや、今度。何？どうすればいいの？こう。こういう方向？で、こう。ルイージの影。ちょっと待って、ルイージの影、ルイージの影。え？え、ちょっと待って。合わせられんくね？あの、高さ的に合わせられんくね？どうやればいいんすかね？もうちょい遠く？いや、違う。どうやればいいのこれ。合わんやん。グーイージ登場。グーイージが登場したところで合わんよね。合わんよね。なんだ、どうすればいいんだこれ。あれ、今なんかできるかと思ったのに、違うのか。ん？なんかここに、なんかここにお化け出てきたんやけど。これはなん、どうしたらいいんやろうな。あー、ごめんね。ごめんね。なんか今ここにおったね。
あ、ほら。これ二人がかりでやるやつや。ちょ、待って。とりあえず。いて。あ、今、吸い込めてたのか。あー、待って。ルイージが。で、よいしょ。はい、オッケー。引き剥がす。アクアストーリーには関係ないとこなんかな。めちゃくちゃ気になるよね。何かしらやり方があるとは思うんやけど、確実に影を合わすやつやん。最初のキングテレサはできたんだけどもな。思いついたらまたやろう。お、ハート出てきた。やったー。ん？こっち側は、行き止まりではない。さっきんとこ多分部屋よね。入ろっか。よっ。何？ん？何もないんかい。何もないんかい。はい、入ってこう。あ、鍵ある。あれ、鍵よね、多分。図書室？これ。あれ、キングテレサの頭の上についてるのと同じような宝石や。え、あれ、速攻で取れるんじゃない？普通に。いった、何？ルイージ君気をつけるんじゃ。目に見えないレーザーが張り巡らされておるようじゃぞ。え？バーストで床のパウダーを巻き上げるんじゃ。しばらくの間レーザーが見えるようになるはずじゃぞ。バースト、おうおうおう。床のパウダーとは。レーザー動きよんや。よいしょ。オッケーオッケー。あれ取れるやつや、絶対。ほらほらほら。やったね。この辺なんかいろいろありそう。なんなら宝石とかも出てきそう。く、ないのか。びっくりした。違うんだ。バースト。ちょ、この辺のものもいろいろ吸い取ってこーっと。よいしょー。こっち側にもなんか階段とかあるね。ほ、ほ、ほ。なんかレーザーあるんやけど、これどうしたらいいんやろ。どっかにレーザーを切るための何かがあったりとかするんかな。やとしたら、よいしょ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 、危ねえ。うわ、下やばくない？レーザー。あ、ちょ、待って、君。ちょ、くもくもくも。イエイ。あ、そっちにもおるやん。は。く。は。オッケーオッケー。ちょ、階段がどういう風になったんかがよく。ふんふんふん。おー、びっくりした。急激に見える。なんかそこから。めっちゃネズミおるんすけど。なんかすごい怯えとるルイージが。これ、ちょ待って。いや、この地球儀なんかできそう。開きそう。開かんのかな。ちょ待って。この地球儀に合わせたいんだけど。くっ。できんかったわ。あ、開いた！そういう感じ。そういう感じ。ちょっと待って、怖っ。え、めっちゃ怖いやん。ちょっと待って、もう一回、やっといて。痛い。結構なダメージ。痛ーい！そう。で、これは開くのか。よいしょ。てい！なに？あ、これがスイッチ？おー、消えた。やったー！これで鍵が取れるわけだね。オッケー。ふぅ。そこにはどうやって入っていくんやろ。ネズミがおるとこ、めっちゃ気になるんやけど。ん？なにこれ？なんかめっちゃ光ってない？ここ。ん？なんだ？気のせい？え、気のせいじゃないね。なんかめっちゃ紫に光よるよね。なんやろあれ。
グーイージも加われば、何もできねえ。特に何もなかった。お、こっち入っていける。あ、こういう感じになってるってことかな、向こう側も。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんだ?びっくりした。イェーイ、お金だらけー。絶対お金の入っとる袋やと思ったよ。なに?なにこれ?なんか、ケーキ。三段ケーキ。これ、ピーチ姫じゃない?え、気のせいかな。ピーチ姫の絵と三段ケーキじゃない?違う?入れんやんけ。え?入れないんすけど、そっち。もしかして、この階段の下から、行けんやないか。え、ちょっとわからない。あのネズミのいる場所への行き方がちょっとよくわからない。よいしょ。イエーイ。めっちゃ回復した。はい、鍵ゲット。ケーキとかなんかのヒントなんかな?わからんけど。行きますか。なに?何の声?え、なに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 ?なんかめっちゃ騒いでる。お化けですか?おい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 。やめろよ、おい。あ、閉じられた。ああ!おっと、なんだ、でっ、いてて、なに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 してんの?何してんの君。意味がわからない。ああ!おい、こら。ちょいちょい。なんかいろんなところが、いろんなところが締められてくんですけど。いよ。はい。ちょ、出てきて、出てきて。ちゃんと出てきてくれないとさ。よいしょ。吸い込めないでしょ。いよ。は、いよ。てい。よいしょ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。おい。おし。結構体力なくなったよ。はい、吸い込み。オッケー。ちょっと待って。ちょ、待てよ。もう、お前で終わりだよ。ちょ、待て。あれ、なんか、あの絵の前にあった、キングテレサのドアなくなったんやけど。イェイ。ふぅ、あれ復活しとる。復活しとる。なぜ。あ、結構飛び上がれるな。これぐらいの位置じゃない?ちょ、待って。あ、違う。正反対向いた。これで、こう、やるやろ?ジャンプとかあればいいんやけどな。はぁ。できねえ。できねえ。くっそ。この辺。別に何もないか。あ、あれ、お化け猫のやつや。お化け猫の像が。よいしょ。あー、やった。よかった。結構体力なくなっとったけんピンチやったんよね。この像はなんか動きそうな感じが。何もないんすか?壊すこともできんっぽいね。ん?なんかこの辺部屋入れる?ちょ、待って。この辺に入り口がある。扉、あ、あった。よいしょはい、オッケー。入ります。お金がいっぱい。やっぱここは全体的に、お金持ち一人の部屋っていうか、お金持ち一人の家っていう感じがするよね。こう、なんていうん?
ホテルみたいにいろんな人が泊まっとってとかそういうんじゃなくて、ペントハウスってそういう感じなんじゃないかなーって思う。わからんなりに、なんとなく。回せるんじゃない？回せんか。回せたけんなんやねんって感じやけど。あ！そこ。ほら、入っていけるっぽい。ちょ、待って。この状態で、グイージー行くよ。よいしょ。おー、なんか、大量の金と共に出てきた。ん？鍵？鍵？あ、さっきの鍵、そういえばどこでも使ってないんか。え？そういうこと？そういうことか。今ゲットしたわけじゃないよね、どっかで鍵を。ね、これ回るよ。あ、なんか赤、え？鍵出てきたんですけど。何？またレーザーか。ってことはどこかしらにレーザーを止めるスイッチがあるということだよね。ここを抜けれるんじゃない？ちょ、待って。あれ、いけなかった。いけなかったわ。この形の方がなんか部屋おしゃれに見える。私この形好きやな。好きやな。これは何？あ、なんかジオラマみたいな感じ。別に何もできんな。ん？何なんだろうか。あー、もしかしてこの下に入っていかんといかんとかかな。で、グイージに行かせて、ルイージで回す。こういうことじゃない？え？違う？これ以上こっちにはいかんってことかな。逆。あれ？違うの？ん？どうすればいいんだ？じゃ、この、え、中にも入れない。え、なんなんやろ。これで回転していくわけじゃないんや。え、なんだなんだ？全くわからねえ。とりあえず、あの上に乗ってたら回転しないんだな。あ、スイッチ出てきたやん。え、スイッチ出てきたけど、これいける？ガラスもしかして。え？ガラスじゃね？これ。ちょ、待って、下いけるね。あれ？ダメージ受けた。あー、そういうこと。入れんやん。マジか。あ、ってことは、ここにグーイージってこと？え、入れない。え、なに、どうするのこれ。グーイージもそっちはいけない。こっちは？え、いけない。なんだ、どうすんだ？え、何もできなくね？ん？あ、ちょっと待って、わかった。これ裏から行くんや。ってことやけん。じゃ、これ回転。回転して。あ、この高さじゃダメやね。ちょ、待って。最初のあの、部屋の状態に。はい、部屋の状態にして、グイージこっち側におります。で、ルイージが、どっち向きがいいかな？こっち？ルイージが回します。あ、来た来た。で、これで回したら、多分グイージの方が裏から入れる。
ほら、そういうことや。よいしょー。オッケーやね。よし、これで。これでここには何があるんやろ。おー、なんか、なんかいっぱいお金があったっぽい。そしてこの辺も、まあ、お宝類。よしよしよし。これでとりあえずもうスイッチは切れたけん。再び回転させていく。これジオラマ。ジオラマはただの遊びってことかな。よっしゃ、来た。鍵、ゲット。鍵二つ目になった。鍵溜まっていくな。あ、こっちになると、あ、なるほど、そういうことか。あ、別に向こうから回らんでもいけたんや。両方とも階段出現させていくことできたんや。はい、これで、オッケー。あ、しかも別に回転して戻さんでも、ここに扉あったわ。はい、ってことで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。